はい、ウェブ質問箱ということでね、いろんなご質問にお答えしているシリーズでございます。で、今日のご質問なんですけど、 P ラインとそれからリーダーのね、強度のお話ですね。いつも一生懸命 FG ノットで編むんだけど、根掛かりなんかでその糸を手に持って切るときにどうしてもノットのところが切れてしまう、これをどうしたらいいんでしょうか。何ポンド使ってます。リーダーは何号です。エギングをするときにはうまくリグ側で切れるのに、ライトゲームをするときに、どうしてもノット部分が切れてしまう。これでね、悩んでる方の質問が、同様の質問がね、いくつかあるんですよ。根掛かりして竿で煽って切ったら、これはもう竿が折れちゃいますから、そういう場合はラインを出してラインを手で持って手で引っ張って切ってますと。ただ手で持って切るとこの持ったとこが切れちゃうという方もいらっしゃったんです。はい、ということでね、今日は P ラインとノットのお話をしましょう。まずね、これ皆さんなかなかご存じない方がね、まだ多いんですけども、各メーカーさんから販売されている PE のね、太さと強度表示の関係です。これはまず四つ編みさんのものですけどね。はい、10ポンド、0.45 で10ポンドと書いてあります。フロロラインの方も、例えば 0.55 で2ポンドというふうに書いてありますけども、通常は一般的にこの6ポンドと書いてあれば、あ、6ポンドの強さがあるんだなというふうにね、皆さん認識されると思うんですけど、これがね、そう簡単なものじゃないんですよ。わかりやすく言うと、6ポンドが最大強度であるケースがほとんどなんですね。これメーカーさんのホームページをね、ご覧になるといいと思うんですけど、例えば僕なんかが、フロロライン、もしくはリーダーはですね、もうほとんど一貫して僕は、クレハさんの糸が好きで、クレハさんのを使ってますので、ちょっとクレハさんのを見ていただきますね。はい。C が R18 フロロリミテッドのね、トップページ開いてますけども、これを見ていただくと分かるんですけども、スペック特徴のところに、それぞれ1ポンド 1.5 ポンド2ポンド 2.5 ポンド3ポンドとあります。これを号柄、ね、表の一番下で見ると号柄、参考号柄って書いてありますけど、 0.35、0.45、0.55、 それぞれのポンド数が上に書いてあるんですけども、このねタイトルをよく見てくださいね。はい、一番上のマスからいきますよ。テスト LB ポンドって書いてある。最大強力括弧 LB、 これポンドの略ですね、括弧閉じ。最大強力なんですよ、あくまでも。はい、最大強度で、例えば、0.55 ですと3ポンドですよというふうに、この C が R18 フロロリミテッドの場合は書いてあります。ここがね、実はすごく問題なんです。で、メーカーさんによっては、銘柄的には少ないんですね。僕はほとんどクレハさんしか使わないので、この最大強力を参考に僕は物事を行ってますけども、メーカーさん、銘柄によっては、標準強力って書いてあることもあるんですよ。ね。例えば我々が買うフロロですと、100メーター巻きとか150メーター巻き、160メーター巻きあたりが多いんですけど、いろんな場所で計測するわけです。メーカーさんは切ってみるわけです。で、最大が6ポンドまで、6ポンドで切れました。ここもね、難しいんです。これね、もう残念ながらね、どのメーカーさんも共通してそうなんですけど、6ポンドって書いてあった場合に、6ポンドまで持ったのか、6ポンドで切れたのか、ここがはっきりしない。その上、あくまでも、最大強力で表示してあるから余計わかんないです。最大6ポンドで切れたけど、じゃあ最低なら何ポンドで切れるのって話になるんですね。だから僕なんか釣り人ですから、最大強力を書いてもらうより、最低強力を書いてもらった方が
分かりやすい、そっちの方が嬉しい。ところがね、皆さんお仕事ですので、例えばね 0.5 号で最大強力が3ポンドって書いてあるメーカーさんの糸と 0.5 号で最低強力が2ポンドって書いてあるメーカーさんの糸が釣り具店さんに並んでいたら、どっち買いますかって話なんですよ。そこはメーカーにとってものすごく重要ですよ。だって3ポンドと2ポンドって書いてあったら、最大強力ですよ、最低強力ですよなんてものはね、見ないですよ、消費者は。ここはね、消費者も悪いんです。だからメーカーさんも決めかねてるんです、ここはね。3ポンドって書いてある方買うでしょ。ここで問題があるんです。でもみんなよーく考えて、僕たちは魚釣りに行って、できるだけ魚に切られたくないわけですよ。そうすると、150メーターの中で一番強いところが6ポンドだけど、一番弱いところは5ポンド、5.5 ポンドしかないよっていうんだったら、そっちの方知りたいですよ。そっちの方知りたいもん。ねえ。かといってね、先ほど言ったような事情でメーカーさんはなかなか最低表示はできないですね。はい、話をまた少し変えます。PE の話に行く前にモノフィラメントで考えてみましょう。モノフィラメント、まあ古いところで言えばナイロン、それからポリエステル、フロロカーボンね、だいたいこんな3種類あります。まあ最近はね、この三洋ナイロンさんなんかが出している第4のラインって書いてありますね。こういうナイロンとフロロのアイノコのようなものも出てますが、まあ基本的にナイロン、ポリエステル、フロロカーボンというふうに考えていただいた場合、このねモノフィラメントに関しては号柄と太さ、ここ重要ですよ。 0.3 号とか 0.5 号とかね、みんなだいたい曖昧にこの標準として、今日はもうちょっと細いの使おう、 0.3 号使おうとかってね、単純に考えてますけど、かつてはです、何年前なんだろう、10年くらい前だと思うけど、同じ 0.3 号でもメーカーさん銘柄によっては太さが違ったんです。昔はメーカーごとの号柄と太さがあっただけなんです。これじゃあね、わけわかんないですよ。僕もだから15年前くらいにね、ブログで随分愚痴りました。何回も。いい加減してほしいと。そうしましたところね、ナイロン、フロロカーボン、ポリエステルなどのね、モノフィラメント。端子ですね。より糸じゃなくて一本でできた糸をモノフィラメントと言いますから、このモノフィラメントの糸の場合、一般社団法人、日本釣り用品工業会 JAFTMA っていうね、業界の団体組織があるんです。ここでね、決まっちゃったんです。 0.5 号は直径が何ミリね、0.00何ミリみたいなね。だから今はモノフィラメントの場合はどのメーカーさんでも 0.5 号は 0.5 号の太さです。で、その 0.5 号でも2ポンドのものもあれば 2.5 ポンドもある。下手すると3ポンドもあるんです。バラバラです。当然そうですね。メーカーさんによってその糸の作り方が違うから、太さで揃えたら強度が凸凹があっても、これは仕方ない。当たり前です。1000cc の車でも銘柄で全然0-100のスピードが違ったり、燃費が違ったり、ね、特性が変わってくるわけです。でも少なくともモノフィラメントの場合は 0.5 号の糸の太さ自体は統一されてるっていうのにまず頭入れてください。はい、ただし強さは各銘柄バラバラですよと。で、バラバラでな上に、いやいや、ここは3ポンド、ここも3ポンドって書いてあると言っても、この3ポンドが最大強力なのか平均強力なのか、ここがまだまだ曖昧なまま困ったもんですというのがね、現状ですので、それを踏まえて、私たち釣り人はね、考えなくちゃならないっていうのが現状です。さて、
PE の話に戻りましょうか。 PE は困ったことに合柄と太さが、先ほど言いました JAFTMA ね、団体が決めた太さってのがないんですよ。例えば四谷さんの 0.55、 何々さんの 0.55、 どこそこの 0.55、 太さが違うんです。違うんです。決まってないんです。なんで決めないんだよって思うでしょ。決められないんです。これはね、モノフィラメントっていうのは端子ね、うん、液体からこういう細長い糸に生成するんです、射出して。だから断面がね、丸なんです、深円なんです。ところが PE っていうのは網糸なんですね。これちょっと細すぎて見えないけど、8本なら8本で寄ってあるわけですね。でそもそも8本っていうけど、その8本寄りのうちの1本自体がね、細い繊維の集まりでできてるんですよ。っていうことはね、どうなるかっつったら、PE の1号の PE 糸を何かのメジャーで測るとしますね。例えばノギスでもいいや、ペチャッと潰して。だから PE はね、こういう深淵じゃないから、測ると潰れちゃうんだよ。つまり、太さを測ることができないんです。うん。なので、あの四谷さんとかね、サンラインさんは、あのデニールというね、企画とか、そういったその医療に使うようなね、あの繊維品で作ってる企画の方を採用してらっしゃいますけども、これが我々釣り人にはね、非常に分かりにくい単位ですね。だからまあ我々釣り人としてはですね、もう号数と太さは各銘柄全部バラバラなんだという認識をね、まず持たなきゃならないってことです。これはもうしょうがない。うん。でどれぐらい極端に違うかというと、例えば僕は PE はね、ほとんど四谷さんです。もう15年来四谷さんです。で四谷さんの PE にも8本組と4本組がありますね。これで同じ 0.55 でも8本と4本じゃ太さが違うんです。でかつ四谷さんの糸で一番細いのを使おうとした時に 0.3 とか 0.25 が一番細いんですよ。しかしで、ここで難しいのが、いろんなメーカーさんの PE ライン見てると、0.25 どころか 0.15 があります。もっとすごいところになると、0.025 なんていうのがあるんですよ。つまり、四つ編みさんでいうところの 0.25 の10分の1細い表示に なってますよね。号柄でいうと、0.02 ですから。ここで、随分、錯覚をしているアングラーさんも多いんじゃないかと思うんですね。まあ、これはね、メーカーさんのね、工場その他のね、いろんなメーカーさん側のご都合で、号柄表示をされているので、号で太さが大体決まってると思っちゃダメです。我々釣り人は。こっちは 0.25。こっちは 0.025 だから10分の1かって単純に思っちゃうと大失敗しますよ。はい。うん。そこを踏まえてやらざるを得ないということがね、まず第一番にね、頭に入れていただきたいことです。はい。じゃあ、改めて、今回のご質問にね、お答えしていきたいと思います。二つ、質問がありました。一つは、根がかりして、手に P ラインを持って、ライトゲーマーの方でしたね。ですから、おそらく 0.3 とか 0.45 を使ってらっしゃるんです。で、これを素手でも、グローブでも一緒だったけど、手で引っ張って、切ろうとした時に、この辺が切れちゃうということですね。手で持ってるところが切れちゃう。おー。手で持ってるところが切れちゃう。これね、よくあるんですけどね、二つ要素があります。まずね、僕たち釣り人はね、皮膚がザラザラになります。で、こんな細い糸。ね、こんな細い糸は、手の皮膚のささくれで、
簡単に傷んじゃいます。うん。だから、できるだけね、こういう細い PE を使う僕たちは、僕なんかは素手であんまりここを擦らないようにしてるんですよ。親指の皮膚がね、もうガサガサになって、メバルたくさん釣ったりなんかしたら、もうぐちゃぐちゃになりますね、指先が。そういう引っかかりの指先でこれをやっちゃうと、強度はあっという間にね、半分とか3分の1になっちゃいます。で、0.35、0.45 になったらそんなに強い糸じゃないですから、引っ張ってるうちにプツンとそこが切れるというのが一つ。まあ、つまりグローブや、まあ、たとえ素手であっても、できるだけ PE ラインを直接触らない。ね、ここ重要なポイントですよ。はい。いやー、だけどそんなことないです。僕の皮膚はすごく手入れが良くて柔らかいです。はい。僕も綺麗です。比較的。うん。なのに切れちゃうっていう場合は、これはね、もうまず劣化を考えてください。確かにモノフィラメントよりは PE は長持ちしますけども、それでもね、1年も2年もね、なかなかそんなにずっと同じ強度が保てるわけじゃありませんので、手で引っ張って何回も手のところが切れるようでしたら、それはもう PE が劣化してるとまず一つ思ってください。もう一つは、これはね、なかなかね、僕たちの立場でね、あんまり言うのもちょっとはばかられるところがあるんですけど、超安い PE とだけ言いましょうか。お安い PE は、ね、表示強力より弱い可能性、相当あります。これが一つ。それからね、こういう釣り糸って、まあ、例えば1万メーターとかいっぺんに作るわけですよ。じゃあ1万メーターのどこを切っても同じ強度が保持できてんのか、保証されてんのかって言ったら全然そんなことないんです。だからプツプツ切れることがあります。その自分が買ったスプール150メーター巻き、たまたまそこが1万メーターの中のこの150メーターがちょうどね、その糸を作る設備に少し、何か傷があったりして、それに全くメーカーさんが気がつかない前、まあ、スプールで巻いちゃってるケースだって存在するんです。まあ僕の経験でね、ちょっとお話するんですけど、まあどのメーカーさんとは言えませんので言いません。すぐに改善なさったので、全然 OK なんですけど、もう20年近く前です。ある PE ラインを買いました。うん。でね、確か6ポンドの PE ラインでした。で、それまで使ってたのが、2ポンドのフロロカーボンラインでした。で、結構いい魚がいるポイントを見つけて、うん、そのフロロの3ポンドでやったんですけどね、切られたんですよ。2発も。ピシッて。で、これはちょっとまずいなと思って、釣り具屋さんに行ってる時に、その6ポンド、つまり倍の P ラインが販売されてたので、あ、これ細いし、6ポンドもあれば絶対あの魚取れるよなと思って買っていったんです。ところがね、そのポイント、いいポイントなのでね、3連続ヒットしたんですけど、フロロ3ポンドの時よりも P6 ポンドの方がうじじぷちってすぐ切れるんですよ。で、あれと思って、で、まあ糸の使い方は多少なりとも知識があったので、5メーターくらいね、傷んでると思って5メーターぐらい出して切って捨てて、で、またノット組んで、またやったら、またすぐ振ったら、また P 側が消えるんですよ。リーダーじゃなくて、P 側が消えるの。3発連続。こりゃいかんわ、つって、車に取って返して、4ポンドのフロロを巻いた、リールに交換して、その日の釣りは終えたんですけども、これはあまりにもおかしいと。ということで、お家に帰ってですね、その九段の P を、何なんだこれ6ポンド。6ポンドって素手で切るの結構大変ですからね。これどうなんだよと思って、こうやってプチッと切ってみたんですね。これ四つ編みさんの 0.4510 ポンドですから、これ手素手じゃ絶対切れません。手の方がザクッと切れちゃいますからやめましょうね。ところがね、プツッと切れるんですよ。嘘 !6 ポンドですよ。と思って、フロロの2ポンド3ポンドを手で切ってみたら全然そっちの方が強いわけ。つまり6ポンドはおろか3ポンドの強力も出てなかったんです、その糸が。で、リールに全部巻き込んでますから、ザーッと50メーター、30メーター出して切っ
ってみて 50m 出して切ってみてどこを切っても弱かったので、これはいくらなんでもちょっと問題だろうと思ってメーカーさんに、ちょっと検査してくださいと、何かおかしいですよと、ガーッと噛みついたりしませんよ、分かってますんで僕は。これ何かひょっとしたら製造工程に瑕疵があるかもしれません、傷があるかもしれません、ちょっと検査してくださいって言ったらね、本当にメーカーさん真面目な方だったんですよ。もう翌日返事が来まして、気がつかなかったけど製造工程の一部に、ちょっと欠陥が見つかって、それが原因だっていうのがはっきり分かったと、教えてくださってありがとうございます、早く気がついてよかったということで、そのメーカーさんはその時期に出荷なさった糸を全部釣具屋さんから全回収して、ちゃんとした強度のものを新たに出されたという話もあるんです。そういう話もあるんですけども、そもそもさっき言ったようにですね、1000円の PE と150m でかつてありましたけどね、 150m で1万6000円とか2万円だと、これはもうしょうがない、しょうがないね。これも踏まえつつ、ご質問の方のにお答えしていきたいと思うんですけども、まず素手で切れるっつったら、それはもうまず劣化ですよ、ほとんど劣化。もう最初からってのは、ね、いくらなんでも僕のさっきのケースのようなことはまずないはずです。もうメイドインジャパンだったらまずないと思いますけどね、まあ海外製でもねまずないと思いますけどね。だから劣化を疑いましょう。はい。それからもう一つはガイドにひびが入ってたケース。これね、ガイドってのはセラミックのようなね、陶器のようなものでできてるので、なんかでカツンとぶつけた時にねひびが入ってたりするんですよ、ガイドの中のねリングへ。このひびはねほとんど見えません、肉眼では。でこれで使ってるとかずーっと傷ついてることがありえます。これは僕もね3回ぐらいありました。これはね、カッターの刃でねなぞるとすぐわかるの。まあ僕なんかこういうデザイナーナイフというね、ちゃんとしたカッター持ってます。こういうね、この細い刃でガイドリングのね内側をねこの刃でカリカリカリーとなぞると、すっごく硬いですから、金属より硬いので、ガイドの中のリングっていうのはね、だから傷つきません。このカッターの刃でカカカカッとなぜると、ひびが入ってたらカツッと必ず引っかかるんです。だからガイドを全部これで、よく最近 PE が高切れするなという人は疑ってください。 PE 細いですから、この、リングのひび、クラックで何回も投げてるうちに擦れて糸全部が弱くなってることが考えられるので、必ずこういうね、こんないいカッターじゃなくてもいいから、普通の刃の細いカッターのこの斜めの中の刃をガイドリングの中突っ込んでくる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 っとね回すだけです。全部やってみてください。で、カツンと引っかかったら、そこが確実に割れてるので、これは釣り具屋さんに持って行って修理してもらいましょう。はい。それが一つ。で、劣化が一つ。あと、素手で傷つけない。ね。はい。もう一つのご質問はね、PE とフロロとの、フロロリーダーとの関係なんですね。根掛かりした際 PE0.45 とリーダー 1.55 の結束部から切れてしまいます。結束は FG ノットです。なぜでしょうってお話なんですよ。 PE04 でリーダーがフロロのだと思いますけどね、 1.55 でいつも結束部から切れちゃうと。この方が望んでるのは、結束部で切れたらまたFG 編まなきゃいけない、これがめんどくさいからリグ側で切れてほしいってこと話ですよね。で文章続くんです。同じように FG で編み込んでるんですけど、エギングの時は PE0.85 に、リーダーが 2.5 だと。これでノット部がほぼ切れることはないというふうに書いておられるんですよね。これ解決方法、改善方法はあるでしょうかというご質問です。はい。ではね、これに関してお話するんですけど、これはねもう先ほどもちょっと触れたんですけど、 PE の 0.45 って太さがないからすごく弱いんですよ。だから表示のポンド数を鵜呑みにしない方がいいです。
そんなメーカーさんいい加減なの？いやいやいや、そう決め込んじゃいけませんよ。こういう細い PE を FG でリーダーにノットするときに、太い PE で編むときよりずっと慎重にならなきゃいけないってことがまず一つなんです。これはアングラー側がそこのスキルっていうか、まず知識を持ってスキルを身につけないといけないんですよ。 FG で編みましたね、彫った式でもいいです、こうやってもいいし指編みでもいいんです。編むときに目が被らないようにこう16回ぐらい編みつけるんですけど、目が被ったらもうそこは半分ぐらいまで強度が落ちると思ってください。だから必ず綺麗に順番にきちっと編み目が並ぶように慎重に編み込む、うん、でその時に手がガサガサになったらその部分は確実に 100% 例えばね14ポンドこれは10ポンドか10ポンドあるはずのこのボーンラッシュの10ポンドあるはずのボーンラッシュの 0.45 が UV 巻きつけて FG ノットすることによってもう8ポンドとか7ポンドに下がる可能性があるんですよ。お手手がガッサガサだと、そこも頭に入れなきゃならないんですよ。じゃあなぜ 0.85 だったらならないのかと、それは単純にね糸が太いからですよ。これが1号2号だったら本当にね、そんなことはねあまり気にしなくてもいいようにどんどんなっていくんですけど、細ければ細いほどそこを慎重にならなきゃならない。だから FG ノットの場合は編み目がきちっと揃うようにしっかり編みます。編んで目を詰めてハーフヒッチしてつばでしっかり濡らして本締めをする時の注意事項、ここを曖昧にやっちゃうと強度格段に落ちます。はい、これはね四つ編みの社員さんの方で FG ノットのね生みの親の方がいらっしゃるんですけど、僕はその方にね直接習ったのが、本締めでつばで濡らしてギューッと締め込む時にギャッと締めない、ゆっくりじわっと締めていっぱいもうギリギリいっぱいまで締めたらここで30秒保持する、これがすごく重要らしいです。これをギュッて締めてはいできたってやるのとギューッと締めて30秒保持ではね 98% ぐらいまで強度が出るものが 70% ぐらいで終わっちゃうっていうことが起こるんです。これはもうどんなノットでもナイロンとナイロンでもフロールとフロールでも PE とナイロンでも PE とフロールでもね、それからジグヘッドの愛にフロールを直接こう結ぶ時でも同じです。しっかり熱が出ないようにツバで湿らせてゆっくり締め込んで切れる手前ぐらいまでの強さで締め込んだら30秒保持ね、これが肝になりますから FG ノットとリーダーの編み込みの部分をやられる場合は締め込みの仕方をねちょっと十分気をつけてください。そうすると表示強度にね近づきます。はい、それからですねこの質問の方はですね PE0.45 とリーダー1号リーダー 1.5 号で、ノットから切れちゃいますと。ところがエギングの場合は PE08 でリーダー 2.5 号でほぼ切れることありませんって書いてあるんですけど、これ PE の銘柄が書いてないからわからないですよ、僕質問されても。うん、で仮に PE の銘柄を書かれてたとしてもその銘柄を僕が使ったことなければわかりません。なのでいくつもの可能性があります。PE0.45 なんだけど非常に、そもそも強度が低い PE であった可能性があるんです。だからこういう時にどう考えるかって言ったら、チェこのボロ糸っていうふうに考えるんではなくてリーダーの方を落としていくんです。基本は P04 に 1.5 号リーダーでどうしてもノットが飛ぶようだったらリーダーを 1.2 号にしましょう、もしくは1号にしましょうということですよ。いやいやいやレオンさん、リーダーを1号にしたら
リーダー切られちゃうような魚が来る場所なんですってもし言われるんであれば、これはね逆算でいきましょうよ。だいたい皆さんねメインラインの号数で選ぶんですよ。 0.45 買おう、だって10ポンドだもんって買うんですよ。そうじゃないですよまあ僕の場合はなんですけど、僕はどこそこに釣り行こう、そういえばあそこデッカカサゴいたなと、デッカカサゴがいて30がちょいちょい来て、でかい時は35が来たと、生半可じゃ切られるぞとなった時は P 何号使うかじゃないんです、リーダー何号使うかなんですよ。そっちから追っかけるんですよ。これはリーダーはもうね、1号4ポンドじゃ到底無理、2号8ポンド、あ8ポンドでもちょっとやばいんじゃないかね、そうすると3号リーダー選ぶわけですよ。リーダー3号12ポンド、そこから逆算してじゃあ PE 何号にするのって話なのここでリーダーの強度と PE の強度の率をどう考えればいいのかですけども、ノットで切れるのが嫌な人は、例えばリーダーが10ポンドだったら PE は20ポンドか22ポンドかを使うんです。そうすれば間違いなくノットが切れずに、ここは持っててリグ側が切れます。だいたいそういう風にできてると思う。そうでない場合もあるけど、もうその例外はさて置いといて、倍半分の関係だったらね、まずノット切れませんよ。だから PE から追っかけていくんじゃなくて、リーダーが何号のリーダー、何ポンドのリーダーが必要なのかから逆算して PE を選ぶという方法だってね、あり得るわけですよ。そういう考え方もね、一つしていただくといいんじゃないかなと思います。あとね、またもう一つの考え方があるんです。ノットが切れるのが嫌だ、いちいち編まなきゃならないね、全部の糸を強くする気はない、魚がでかすぎて切られるのはある意味仕方がない、自分がでも取ろうとしてるあるね、その標準か少し大きいくらいまでの魚が取れる強度があればラインは十分だけど、根がかりその他で切るときにノットが飛ぶのが一番嫌だっていう方は、リグ側が切れるセッティングにするということですよ。 PE を太くするとかね。もう一つはリグ側のノットを強度があまりないノットにするっていう考え方もあるんです。ノットをしっかり覚えていくとですね、フロロでプラグのライン屋に直接結ぶ人ね、ジグヘッドに直接結ぶ人、あるいはスナップにフロロリーダーを結ぶ人、いろいろですけども、そのいわゆるリグである金属にフロロを結ぶときに一番強い方法を採用してませんかってことですね。でもベテランさんによってはここで切れてほしいから、あえて弱いノットを研究して、こういう人はね自分で切ってみるんですよ。うん、例えばドラグチェッカーなんかを使ってね、パロマーノットで組んでみた、何何で組んでみた、同じ号数でドラグチェッカー使ってブチブチ切って、一番強度が保てなかった弱いノットをあえて金属部分に使う人もいるんです。そう、なぜか目的は編み込み部分で切ると現場じゃ大変で厄介だから、それを嫌ってあえてスナップ等が切れるように組む人もいるってことですよ、ね、そういうふうに考えて、今後ね自分の釣りを、快適な釣りをね、組み立てていただけたらと思います。ということで、またご質問くださいね。